ないから、で水も売ってないから、でトイレも9合目までないから、もう諦めって気をつけて帰りって、十分頑張ったから、本当俺が登ってきた時の山小屋のひどさ見たやろ。もしパルちゃんがめっちゃ遅れて、今日夕方ぐらいから天気崩れるとかどうのって言ってたから、もう本当に泣き入るからね。もう帰り十分頑張ったよ。いや飲み物も売ってないから、俺全部見たけど一箇所も飲み物もないし、トイレもないし、おすすめしないよ。十分頑張ったよ。後で泣き入るよ、いいよ。お前の分も俺が頑張ってきたからよ。あと怪我するからやめとき。お疲れ様、花火ありがとう。センキューセンキューラスボーイ。じゃあ水持ってないからね。で山小屋も夜になったら止めてもくんないから、そうだよ、トイレないんだよ。で9合目も朝には閉めるっつってたから、頂上までトイレないよ。頂上までだって俺7合目で下痢したかったんだから。なのにあいつらトイレ貸してくんなくて、俺9合目まで行ったんだから。ふざけやがって。マリフやハやってきやんやや、魔法の国やってきた、サニー魔法使いサニー。うるせえ、これなんだこいつ。おい人の服止まってんじゃねえよ、おめえ。だから湯月くんコメント言ってる。間違えたらすばしり行っちゃう。おい、いい加減にしろよ。花火センキュー。もう湯月くんがすばしり行かないようにさ、案内してくれる？そこまで責任持ってよ。もうこれ以上限界なんだよ俺。体も痛いしね、タバコも吸いたいし、電波次第で見ときます。で新幹線降りてくれない？え、分岐って何合目である？分岐どこまで登れたって、おめえ養分だぞ。お前うるせえ、おめえはなあ、俺養分だぞ。ゴールまで登ってるに決まってんだろ、バカ。根性なしじゃねえんだからよ。うるせえ、お前。これパルちゃんコラボを送るわ、パルちゃんに。パルちゃんコラボ送ってんだよ。なんだそれ、上江戸屋。
ハルちゃん、コラボ上がって。しんどくて見れない？どっちかで必ず水分、水分売ってないんだよね。一箇所も水分売ってるとこ見てないんだよね。一箇所も。はるちゃんコメント見ないね。本当に後でまたレスキュー隊騒ぎになるんじゃないの。下山道は上江戸屋と下戸、下江戸屋どっちかで、上下戸屋、上下戸屋。オーシャンデリデイ、オーシャンデリデイ、ララ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 ラ。気分いいわ。だってあと下るだけだもん。下ったら終わりやもん。こんな富士山も登れねえやつが配信者やんじゃねえよ。富士山もな、登れねえやつがチンポ取っちまえ。デブだろうがなんだろうが根性あるやつが登んだよ。根性なしがみんなリタイアすんだよ。センキューロスケイ。根性だけでどうにかなるもんだからね。100キロマラソンね、根性でどうにかなりますよ。やるかやらないかだから。だいたいやれないやつってのは途中で諦めてるからやれてないだけだから。わかる？養分の何倍ある？ハルとか、あの何倍とかじゃねえから。好きに食っちゃねして太ったやつが悪いだろ。誰かが勧めたのか太れって。勝手に食って太ったんだろ。誰のせいでもねえだろアホ。それが嫌ならダイエットしろ。ハルちゃん絶対登りきるだって。いやいや、ほんとパルリスね、止めな。アイテム投げて止めな。じゃあじゃあ、あの6、7とかの日じゃないぐらいもっと急になるから、もう今のうちやめときな。じゃあ、マジで本当にとんでもないことになるよ、冗談抜きで。マジであのパルパルリスナーだったら止めた方がいいよ。あのメタル社長とかファンタスティック投げてコメント読ませて。じゃあじゃあ、パルが登ってんのは吉田だから。あれは弾丸絶壁を登るコースだから。
で泊まれる場所もないからマジで暗くなったら積むよ。もう十分頑張ったから。しかも飲み物も売ってないし。いや俺はやめた方がいいと思う。泊まれるならまだしても泊まれないから。で飲み物もどこにも売ってないから。でパルのペースだったら多分もう夕方でもまだワンチャンつかないから、その時止めてください。